最高な腸活できてますか皆さんこんにちは。心と体を元気にする内容をお届けしています。ハビフルマインドの千尋です。最高に幸せな人生にしていくために、日々を送っていくために、腸活というところがすごく大切だということを聞いたことありますか幸せホルモン、私たちが幸せだなっていうふうに感じるホルモンが、実は腸を整えることから手に入っていきます。ということで、腸内環境を整えていくこと、イコール心を整えることなんですね。腸は心の鏡というふうにもね、言っても過言ではないと思います。 ぜひですね、腸を整えて幸せになっていきたい方、そしてね、腸内環境を整えていくことで、よりね、あの、健康だったりとか、免疫力を上げていきたい方、見ていただけたら嬉しいです。ということで早速、幸せホルモンが腸に関係する理由です。そもそも幸せホルモンと言われているセロトニンはですね、幸福感を感じたり、前向きになるために必要な物質というふうに言われています。神経伝達物質なんですけれども、これがね、分泌されると幸せな気持ちをね、こう感じやすくなります。 ああ、幸せだなーとかね、ほっとするなあっていうこの感覚はですね、実はこのセロトニンから来ているんですね。幸せホルモンをこう、だんだんね、こう分泌していくことで心も満たされていきます。セロトニンは脳の興奮を抑えて、心身をリラックスさせる効果があります。 まあ、腸のね、この運動、腸が動いている運動を活発にしてくれたり、自律神経、ね、バランスを整えてくれます。結構ね、ストレスだったりとか、いろんな原因でね、自律神経が乱れてしまって、心だったり、心をね、ちょっとこう、あの、病んでしまったりだとか、えー、うまくねあの、体を調節できない方も増えている中で、すごく大切なんです。幸せホルモンの約9割が腸で作られています。すごくないですか ?9 割もです。ということは、 腸をね、整えていくことが心を整えていく。そして幸せにつながっていきますね。腸内環境が乱れた状態になると、ある意味セロトニンが不足していくので、イライラとか不安、恐怖、こういったね、ストレスをより感じやすくなります。あとは、意欲とかね、これやってみようとかね、あそこに行ってみようとか、こう前向きなね、意欲だったり、集中力がね、低下するので、気分が落ち込みやすくなったりね、心がどんどん不安定になっていきます。 自律神経の調節機能が乱れるので、まあ、めまいがしたりね、頭痛がしたり、いろんなね、体の不調にもつながっていくんですね。はい、ということで、セロトニン不足になると、精神的にも不安定になってきます。では、腸活のために、まず、腸の凄さを知ろうということですね。皆さんの体の中には、腸が存在していますね。その素晴らしさをぜひ知っていただきたいんです。まあ、腸ってね、そもそもどんなところ、何してるのっていうと、腸にはね、1億個の神経細胞があるという,ふうに言われています。 一番ね、こう印象的なのは、イメージがあるのは脳ですよね。脳にはね、いっぱいこう神経細胞があって、あのね、こう、どん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 、あの、それをね、こう伸ばしていったりとかすることが大切っていうね、ことはあるんですけれども、実はね、この腸管神経といって、腸は脳とつながっているっていうことが分かってきているんですね。まあ、どういうことかというと、脳からのね、情報があって、体が動くっていうね、イメージがありますよね。なんですが、実はね、腸からも 脳にメッセージを届けているっていうことが分かってきてるんです。まあ、例えばね、腸の調子が悪いと、自律神経を通して心拍数調整してくださいとかね、血流量をコントロールしましょうみたいな形で、まあ、メッセージが行くんですね。これすごいことで、まあ、腸はね、基本的に体って脳から指令が出てね、すべてこういろいろと動いているっていう風に。 あのなっていたんですが、まあ、実はねこの腸が脳以外の他のね臓器にもコミュニケーションをとって連携しているっていうことが分かってきてるんですね、まあ、これ腸がね自分でこう判断してそれをすることができるということで今ね第2の脳というふうにも言われていますすごくないですか腸って実はねあの食べ物吸収したり消化するだけの場所ではないんですよね柔軟に対応できるっていうのがね本当に腸のすごいところですよね あとね、まあ、なんとなく、こう、腸をね、整えていくと、あの、まあ、メンタルもね、整っていくものもそうなんですけれども、まあ、第6感ってねあの、ガッドフィーリングって英語で言ったりするんですけれども、まあ、そういったね、直感だったりとか、こう、自分がね、これしたいな、あれしたいなっていう感覚が、もしかしたら腸から来ているかもしれないって、結構面白いですよね。はい。そして、腸内フローラ。腸にはね、先腸この腸内細菌があるというふうに言われているんです。これ、あの、腸内フローラのね、重量は、 え、1> 約1.5キロというふうに言われてます。すごくないですかものすごいね、重さ、量、種類のね、腸内細菌が私たちの体の中にあります。ある意味ね、私たちの腸内環境、お花畑だというふうに思ってください。 このね、あの、腸内細菌がね、腸の表面にいる姿が、えー、お花畑に似てることから腸内フローラーというふうに言われてます。食べ物からね、取る栄養素を餌に発酵して増殖します。ということは、偏った食事だったり運動不足が影響すると、腸内細菌の種類のね、多様性がちょっと失われたりだとか、体に悪影響を及ぼすケースがあるというふうに言われています。 ということは、腸内細菌が私たちの腸内環境を左右している。むしろ、腸内細菌が私たちのね、心の状態だったりとか、ありとあらゆるところに影響している。私たちのね、この発想力だったりとか、心の状態、もすべてね、あの、左右しているって言っても過言ではないのかなというふうに思います。 そして、腸と免疫力の関係性ですね。腸には約7割の免疫細胞が集まるというふうに言われているんです。外から入ってくるものの多くはね、腸を介して全身を巡っていきますよね。ということは、腸内の免疫細胞でブロックするっていうことが結構大きいミッションなんですね。腸内にね、病原菌が侵入してくると危険を察知してメッセージを出します。で腸壁にいたね、細胞が病原菌をね、こう撃退していくんですね。 お野菜とか果物、こういったものが腸に入ると、乳酸、落酸、ビタミン B1 とかね、まあ、こういう体に有益な物質を作り出してくれるんですが、一方、ね、あまりこう砂糖だったりとかね、こう体にね、こう、 あまり良くないようなものを入れることで逆効果があるということで、まあ、腸内環境を整えるということが免疫力アップの秘訣にもなったりします。免疫力が高いとね、風にかかりにくくなったりとか、えー、感染症を引きにくくなったりとか、ね、すごく、まあ、体を守ってくれる上でね、敵と戦ってくれる最前線、ね、この門番をしてくれているのが腸だったりします。では最高の腸活の実践のためのおすすめな8つの対策お話ししていきますね。1つ目、発酵食品を取る。 善玉菌の餌ね。これが、を取ってあげること。まあ、悪玉菌が増えるのを防いでくれます。まあね、日本はね、発酵、発酵の文化がありますよね。日本食は発酵食品なしでは語れないというふうに思うんですが、まあお味噌とかね、お醤油とか、え漬物とか、鰹節とかね、本当にいろんなもの、納豆もそうですよね。こういったものが、えー、使われてますので、ぜひね、日本食取ってください。 そして二つ目、水溶性の食物繊維。カレーとともにね、乱れがちな食物繊維なんですが、ぜひね、水溶性のもの、取ってあげてください。これはね、あの、腸の中に入ると、善玉菌のね、餌になってくれるんですね。三つ目、オリゴ糖。乳酸菌の餌となります。これもね、善玉菌を増やしてくれます。四つ目、EPA と DHA。 腸の中の中炎症ををめてててくくれれ増やしてくれます青魚とか鮭、こういったものもおすすめです。お魚の脂すごくいいですね。まあ、焼いて取るのもいいんですけれども、一番ね、ダイレクトに取っていただくのは、やっぱりね、お刺身だったりとか、生の状態がね、よりいいです。五つ目、朝食のタンパク質と朝日を浴びる習慣。まあ、セロトニ、幸せだなーっていう風にね、感じる材料。 これは、タンパク質というふうに言われてますね。トリプトファン。これプラス、朝日を浴びることでね、このホルモンが作られますので、朝のね、習慣でね、実は、心を整える、そしてね、幸せを感じる、幸せな人生にしていくために、結構大切なんですよね。なので、朝からね、こう幸せ習慣を作ってですね、ぜひ、このね、ハッピーホルモンをいっぱい作っていきましょう。6つ目、空腹の時間を作る。今日はね、食後4時間ほどでお掃除タイムに入ります。 ということは、だらだらね、食べ続けるというよりも、ご飯を食べた後、4時間、いけるとね、腸が勝手にお掃除を始めるわけなんですね。なので、ちょっとね、この空腹の時間を作ってあげるっていうのも大切です。7つ目、睡眠を改善する。このね、寝る前にリラックスするっていうのがね、すごく大切なんですね。まあ、あの、寝る前の瞑想とかね、穏やかな読書したりとか、こうゆったりした副交感神経をね、 言ったりする時間を作るっていうのはすごく大切なんですが、まあ、腸が不調の人はね、実は睡眠障害の人も多いというふうに言われてるんですね。ということは結構つながってますので、なかなかね、睡眠の質悪いなとかね、睡眠の習慣良くないなっていう方は是非、ぜ、え、ひ、ー、寝る空間だったりね、寝室の環境とか、えー、枕とかね、布団とか、寝室の空気とかお掃除とかね、意識してみてください。そして八つ目、揺らぎを取り入れる。 この自然界には揺らぎっていうものがありますね。まあ、例えば風だったりとか雨、あと波のね、感じとか、焚き火の感じ、あの、キャンドルの炎とかね。まあこういった自然界の揺らぎっていうものを私たちがね、こう感じる五感を通してね、視覚だったり、聴覚だったりとか、この風が肌に触れる感じだったりとか、えー、香りとかね。まあこういった五感を使って感じることで、体のリズムがね、こう共鳴して心地よくなってリラックスしやすくなるっていうのがあります。 はい。なので、ぜひね、こういった自然界の揺らぎ、まあね、ちょっと日常の中で、家の中にいる時間、会社の中にいる時間とかね、デスク座ってる時間が多いなっていう方は、ちょっと休憩時間にね、風を取り入れるっていう意味で、換気をね、するとか、ちょっとす外の空気を浴びるとかね、朝日に触れに行く、朝日というか、日の光にね、浴びに行くっていうのがすごくいいと思いますし、ちょっとね、一日の中で一回でもいいので、空を見上げてみるとかね、そういった意識をね、してみてください。はい。いかがだったでしょうか。まあね、 この腸活、腸をね、整えていくことが心を整えてくれて、そしてね、幸せを感じやすい、幸せで満たされる毎日だったり、人生にね、つながっていきますので、本当に侮れないんですね。腸をね、整えて、ぜひですね、皆さん一緒に幸せになっていきましょう。幸せを感じていきましょう。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。プレゼントのお知らせです。公式 LINE から5日間の特別講座、プレゼントしています。その他、SNS も見てみてください。 リトリートなどのイベントも企画しますので、どこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。